内装ドア、開き戸ソフトクローズの施工手順についてご紹介します。開き戸にソフトクローズを取り付ける場合は、通常とは施工手順が異なります。施工前に全体の流れをご確認ください。枠の組み立てから扉の吊り込みまでは通常の施工手順と同じです。開き戸ソフトクローズの取り付けは扉を吊り込んだ後に行います。開き戸ソフトクローズの施工手順をご紹介します。部材構成、梱包内容の確認についてご紹介します。部品、部材はご覧の通りです。すべて揃っているかご確認ください。